グラマスフォントに行くの。マナリアに魂を売るわ。姉のサトシの汁。ついにマナリアに魂売る。マナリアに魂を打たないとやってられなくなる。草。マナリア行け。あ、レタスさん240円。マナリア使うなよ。お疲れ様です。いや、マナリア使って負けるんやったらやめるけど、ナツキングさん、やっぱ強いデッキ使いたいっていうのが、やっぱその勝てるデッキ使いな。いや、グラマス目指すんやったらやっぱ勝てるデッキ使うのが、それは人の心情的に。なむむん歩くない、めなんか、あ、知恵の光はいらんな。でも、あ、でも1コス、まあ いらんか。先行引いてるし、サタン出されてもな、結構マナリアって、耐久値が強いから、2コスの来んやろ？は？ YUT3 コンチャー。これ打たへんな。打つ意味ないものを打たへんから、私は。無意味なことをしてもしゃあないんで。はぁ？うせやろ、なんやねんこれ。3回連続知恵の光を引いたぞ。こんなことあんのか。オナキンから1年経ちました。石橋。いや、うせやろ、そんなことある。フだって毎ターン知恵の光引いたで、今そんな確率って、どんな確率だよ。宝くじ1等当たるぐらいの確率じゃない、これ。え、知恵の光3回連続引くなんて、そんなことある。しかも全部使っても意味ないし、これ。でも、でも逆を捉えれば、運命の導きとか来た時、知恵の光3枚打ても一気に3下がってドローもできるから、まあありっちゃありのありやねんけどな。3コス4コスグレアも出せへんし、マナリアの知識はありがたいで、あ、オッケーオッケーオッケー、ありがた迷惑やな、これ。この前三輪車で事故ってましたよ。まあここの知恵の光も打つ意味ないもんな。てか打っても意味ないもん、打ってもしょうがないもんな、これ。まあこれでいいわ。マナリアの汁。 1×36×1×35×1×34 たくせん。ありがた迷惑で草。じゃあ今コメント欄でさ、マナリアに魂打った帝王はかっこいいかかっこ悪いかっていう、どっちかコメントで書いてもらうとなんか嬉しいな。7770分の1、計算ナイス。スペルをいっぱい集めてからグレアシーンか使うか。かっこいいかかっこ悪いか。かっこいい。ダサい。これでもこっちのが強いな、どう考えても。ドラゴンやったら。シルイカ。あ、かっこいい、ありがとう。あ、かっこいい、かっこいい。ダサい。かっこいい、ありがとう。8割ぐらいの人がかっこいいって言ってくれてるの、ありがとう。あ、かっこいい。あ、かわいい、ありがとう。かわいい、かっこいい。2×35×1×34 だった。あ、かっこいい、かわいい、ありがとう。かっこいいとか、あれ、かわいいとか、ありがとう。あ、かわいい。かっこいい。いや、ありがとう。あ、かっこいいです。ありがとう。マジでビックリマーク。演奏。かっこ悪い、天野さとし。進化使う。天野さとし。マジでかすると計算合ってない。かよ。かっこいい、しか読んでなくてくさ。ティコ、なかなかスペルで溜まるカードが来んへんな。だからここは、三四、だからティコ、凡人からのこれ行って、で、マナリアの防刃でミナちゃん出して、ミナちゃんを進化も使っちゃうか。なんかでも、まあでもありか。まあ全然、こちらのマウント取ってるか。オッケー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 。帝王の割合計算いつもプラス7で。チーム光3枚こんな残ることってあんのか、これ。まあでも、でも、そのウィンドブラストしかためのないしな。打ったところで、でも次のターンぐらいからちょっと打つか、もうそろそろ。ガルミーユだけども、演奏がなかったら、あ、これ54取れへんのちゃん、これ、ワンチャン。あ、54取れない説が、おおおお、なんで知恵の光ありがたい、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 ありがたい。ありがた迷惑や、こんな。どのデッキを使おうか、この欄が面白いことに変わりはないんだよな。ウィンドブラストも使わないから、まあ、ここ、知恵1枚打っていいな、じゃあ。あ、あー、いいカード引いたわ、いいカード。2で5やから、これも1枚だけ使って OK と。アンバンマン。OK、OK、OK、ちょっと回ってきた、回ってきた、回ってきた、回ってきた。来た、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 来た。いや、この8点ダメージも結構でかいぞ。進化圏相手2個あるけど。こんばんは。好きなシャドウキャラは何ですか？自分、オリビエとフォルテが好きかな。でも、自分、その、ストライクゾーンが広いから、
なんやろな、その究極のブス以外は全部好きやな、女キャラは。結構まあ男キャラも何個かは好きやけど、まあほとんど結構そんな嫌いなキャラいないかな。全部いけるっていうか、全部可愛いっていうか、初見さん、天野聡の全部、全部いけるかな自分。天野聡は好きですか。あらかす嫌いじゃないの。トイソルジャー進化後も全部いける。笑。応援、応援でかいぞ、応援。応援は大きい。女であれば何でもええんやろ。応援、うん。マナリアに剣を捧げよう。はい、アン引いていくが、次のターン、アン出していきたいな、ここ。コンコン。あ、ちょっとなんか動かしちゃった。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。であれば、3、4、5やから、知恵の光は1枚使ってって感じか。ノバフレア引け。ウィンドブラスター、もったいないよなぁ、さすがに。知恵。ダヤン。アンはタイプ。今さらなんかこういうカード来てもあんま嬉しくないんやけどな。天野聡さんといえば。オッケー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 。次のターンウィンドブラストとマナリア使う。もう強心者刺さらんけど。知恵と秘術防刃。知恵と秘術と防刃。初見です。ここは天野聡さんのチャンネルでよろしいでしょうか。いや、違います。違います。違います。帝王大好き。帝王の放送やから。帝王様、こんちゃ。あ、ヨッシーさん、こんちゃ。とりあえず、マナリア次出せるから、10点は多分あるから、もう勝ちでしょ、これ。ランランさん、詳しすぎてくさ。伊達政宗、伊達政宗です。いきなり出すの。帝王って誰ですか。そうです。それ出てくるんやったらちょっと話は変わる。いやでもさすがに勝ちか。最近サタンいれへん。こんちゃ、天野聡の放送はここやで。ん、違うで。あま天野聡って放水きつそう。ちょ待って、これ負けるの。マナリア使っていい、ね、それはないぞさすがに。天野聡さん、おー、いいの引くやん。まだ天野聡の国語を。いらんわそれは。一番うんこ。帝王様の放送探してきます。これ。お相手しミニプレミしたね。うんこ。天野帝王。うわ、これ、まあ、うわ、マジか、これ。盤面さすがに取った方が。光の帝王びっくりマーク。2で2で。いや、さすがに、リーサルなっちゃうな、これは。さすがに。マナリア使って負けたら引退やぞ、シャキー。天野の帝王。盤面。いや、さすがに盤面取られると負けじゃない、これ、普通に。マジコリかましていけ。いや、盤面やな、これ。マナリアのカードも一枚あったらな。なんか、うまくいかんなぁ。天野帝王。アンアンは無理。もうこんなんもう使っちゃっていいわ。天野聡ってグラマス言ってませんでした。アンリミまあでも、この死後突破しつつ、9は、次のターンでは無理じゃない。でも、クレイルドレイクとか出されたら負けやしな。アンやぞ。え、アンなんこれ。天野聡帝王。ワンちゃん。アン今のアン、え、アンなん今の。あ、で、アン、で、盤面と無理じゃないそれ。天野帝王。うわぁ、回復はずるいわ。アンだね。あー、でも、それでも1面しか取れないし、ワンチャン。アンは言わんといて。なんでもいい。マナリアフレンズ好き。マン。なんか、遠坂凛ちゃん、ずっとこっち見つめてくんねんけど、帝王のこと好きなんかな。ちょっと照れちゃうぜ。どうでもいい。リンちゃんずっと見てくれ。あ、ドラゴンクローは強いな。いや、リンちゃんずっとこっち見てくるから、自分のこと好きなんかな。ちょっと照れてきたわ。リンに謝れ。リンちゃん、ちょっと。進化剣にこもち強い。事故仲が。キモいわ。マナリアを使ってるお前の方がずるい。こう言って、主語を言って、こう。やめちくり。これ買ったんちゃう？天野聡よりかっこいい。勘違い男。19枚。オッケー。勘違いかけられた。わら。勘違いすんな。リンにそんなこと言わないでくれ。天野聡なら許すけど。え、ちょっと待って、やめて、やめて、やめて、撃つパターンやね、これ多分。撃つパターン。やめて、運送以外。失踪出してくるとこで絶対持ってるやんな。もう、最悪なパターンや、もうなんで、そんなもう、味方勝たしてくれてもいいやんか。もう、
よっしゃ負けた。